はい、今日からなんと市内循環バス、ループバスが走るということで、もう4月1日、今日すごい忙しいんですけど、朝5時に起きて、今第1号のために並んでいます。おお、あれか。来た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 。なんか、かましてのデザイン。あ、かわいい。かわいいね。あの人は何？人力車のデザインですね。え、もう乗っていいってこと？みんな乗らないと行っちゃうの？みんな乗らないと行っちゃう。何この人、フラッシュモブみたいな。え？どっちからでも乗っていいんですね、これは。乗っていいんですか？このバスは、お金は？お金は最後ですかね、これは降りる。降りるとき。そうです。お金は降りるときだって。あれやったね。はい、早く一番乗り取られそうになった。いよいよスタートしましたよ。市内循環バス。そして今日は運行会社の運車体工業の斉藤さんに来ていただいてます。おはようございます。どうですかこのバスに。いや、感無量ですね。感無量ですよね。はい、1年がかりですか準備したの。そうです。はい、1年がかりで準備して。このバス自体もそのなんか特徴があるような気がするんですけど、はい、バスのデザインの方はですね、ユニバーサルデザインって言いまして、はい、車椅子の方々も、楽に乗れるノンステップバスを今回用意しております、はい、コンパクトですよね。そうですね、はい、普通のバスよりも。でなんか東京オリンピックでも使われた。そうです、はい、行動のバスです。市内をこう朝は右回りで、はい、昼からは左回り、左回りっていうことですよね、はい、料金は、はい、一律ループバスですので200円すごいすごい、はい、すごいって言い方があるのがあるよ。200円、はい、そしてなんと75歳以上は無料です。無料です。マイナンバーカードを取得してアゲハの登録をしていただくと無料です。アゲハを始めて、公共交通機関というかバス乗る人増えて、で今回こうやって循環バスができて、一応1年間は実証実験っていう形になるんですけど、成功させるとまた別なルートとか、ね、市内の循環のルートもまた拡大したり、どんどん乗りやすくなっていって、その次はやっぱりこうカードで乗れるようにしたりとか、まあどん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 、そうそう、市内の交通、公共交通が良くなってくる、そういうこう第2歩目というかね、はい、次のステップというところだと思いますけれども、いやでもこれ多分報道されたり62チャンネル見たらみんな乗ってくれるんじゃないかな。降車ボタンでお知らせ願います。あ、おいしい、ちょっと押させてくれよ。押したかったな。まあいいや、初めて押したのはあの交通政策課。いいですか？いたずらしてるみたいじゃん。もっと押した人いる？おー、来た来た。なんか爽やかな気分、公共交通機関で通勤なんて。見てて見てて、この手袋から200円ちゃんと出てくる。到着となります。ずっとこれを握りしめて朝妻に200円くださいって言ってらっしゃいます。みんなの方やるには、はい、ありがとうございます。先にみんな降りて、あ、私先に降りて、そうだね、私先に降りた方がなんか入らない。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで到着しました。もうまだみんなほとんど来てない中で、令和4年4月1日は市役所の一番乗りで
到着できたかなと思います。まあ、もちろんそのバス近くではない人はまだまだこの公共交通の新しいメリットって受けがたい部分はあると思うんですが、むつ市としてはですね、こうした新しい路線を開発する民間事業者の方々にこれからも支援をしていきたいとこういうふうに思いますし、今回何よりも、私たちがこう助成金とか補助金とか交付金とかなしでですね、事業者の方の力で新しく開発していただきました。本当にその点については感謝申し上げたいと思いますし、多くの人たちにですね、通勤通学買い物等で使っていただきたいと思います。またちょっと新しいバスというかですね、新しいルートのバスですので、そういうのに限らず一回乗ってみるっていうのもありかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあ今日も会見があったりいろんなことがあるようですが、市役所にこれから行ってきます。